カバーに入った。カウント2。今までに本当にこのブル中野対アジャコングシングル、そしてタッグを含めてこういった攻防は本当に内上さん、はい、なかったですよね。危ない危ない、こうブルがこんなに危ないのも珍しいですね。そうですね。場内悲鳴ともにつかぬプロレス界の女王ブル中野、このまま女王で一直線という不安の、ね、垂れ幕がかかっておりますが、この垂れ幕のごとくブル中野ラリアートからジャーマンスープレックス、カバーに入った、返したアジャコング、なおもボディースラム、ブルロープ最上段に駆け上った、さあ出たギロチンドロップ、あっとカウント2で返した。じゃあれが効かないとなるともっとすごいことやらなくちゃいけないもんね。そうですね。めっちゃさあここでもう一度ダウンしたアガミブルがロープ最上段から何を出すか。あーこれはかわされ今チャンスチャンスチャンス、アジャがバックリからジャーマン、アリアアジャのジャーマン、カウント2、ちょっと汚かったからしょうがないですよねでもアジャがやらせて、ね、アジャスライディングが、アジャのスライディングからロープ最上段、プランチャスイジラに行くのか、アジャのプランチャスイジラ5人ぐらいブルにヒットしました。なんか顔中の骨がきしみそうじゃない、さっき両選手ともエンズイのラリアットとか裏剣とかありますよね。はい、あれ頬とかずれますよね、やっぱりかえって。そうですか、ぐしゃって感じですよね。あーダメか、これ体勢崩れましたね、両選手ダメージが大きいようです。まだねスタミナが残ってたらアジャも持ち上げて踏ん張ったかもしれないけど、今フラッと来ちゃったね、腰から崩れましたね、うん、ダメージが大きい両選手。おっとこれノーザンライトが、いやコーナー最上段にロープ2段目にブルを当てておいた。そしてアジャ自らなんだ、あっと強引にこれは危ね、投げてのカウントが入ってカウント2、危なかったブル中野。いやあれ一応水車落としっていうんですか、はい、残念不技っていうか走り込む技、はい、はい、水車落としを返して、あっとロープに登ろうとするアジャをブルが落としたぞ。そうして何をするんだブル、ブルが飛んだ、コンペに行った、ブルがこれやっちゃった。内上さん、はい、試合前の何かとんでもないことやるっていうのはこれだったんですかね。まだあると思うんですよね、ブルトペ、ブルトペ出たぞこれは。でも今顔が中野さんの顔、なんかメイクが取れてますから、アジャもないしびっくりしてるようだと思いますよ。そしてボディスラム、そして自らブル中野エースのショーメーカー、ゆっくりとコーナー最上段からのローリング、ギロチンドロップが決まって、カウントがカウントが2だぞ、中野さん2ですよ。中野さんあぜん、ブル様あぜんとしたね。藤波さん、はい、ローリングギロチンドロップはカウント2でしたけども、今のはブル中野の究極の究極の、どうするんでしょうか、最後の質問、これは何を出すのか、もう一度ボディスラム、さあ、あ、ムーンソルトがあった、これがロープ最上段からのマーストアウトプレスだ、ブル様がやっちゃった、もう入ったブル中野エースの正面、カウント3入った。メーレント CW 世界選手権ブル中野ブーンサウンドプレスでアジャコングを破りタイトル防衛に成功しました。斉藤さん、お見事でしょうね。やっぱりまだ、うん、中野ブル中野にはかなわないんじゃないの。そうですか、総合力で、総合力もう今一歩ですか、すべてがすごすぎる。そうですか、内上さん、はい、
本当にね、終盤はもうね、息をもつかせぬすごかったですね、激しい攻防でしたけども、ブルー中野さんのムーンライトプレスを生で見れて嬉しいです。そうですか、いやあれはすごいですよ。はい、本当に息詰まるですね戦いだったんですけども、中盤に両選手が流血し、持てる力 100% 出し合いましたけども、顔が腫れちゃってますね。敗者アジャコング、あ、腫れてますね。あ、ダメージが大きい。一人では退場できない。そして勝者ブル中野のこの姿もいかに激しい戦いだったか皆さん理解できると思いますが、あっとアジャが肩車で控え室へ。そして勝者ブル中野に今上田コミッショナーから認定書です。ブル中野殿、あなたは横浜文化体育館で行われた 3WA 世界女子レスリング協会並びに全日本女子プロレス協会認定の世界選手権試合で見事勝利を収められましたので、ここにチャンピオンベルトの認定証を送り、その栄誉を与えます。3AA 世界タイトル防衛、この赤いベルトがやはりチャンピオンの腰に戻ってきました。まだやっぱりいまいち、1枚か2枚みんなより上ですね。そうですね、ね、そうですね、まだまだブル様の方が、はい、やっぱ1番じゃなかったら意味がないですよ。そうですね、うん、そしてこの不安のところには、はい、やはりブル高に期待するものがありますよね。はい、そうですね、壁はやっぱり高ければ高いほどいいと、はい、そうですね、はい、そう認定者、そして特大のトロフィーが出され、ブル中野赤いベルト 3WA 世界タイトルを防衛し、今控え室に戻るところですけども、フィニッシュホールドムーンサルトプレス、本当に見事で鮮やかでした。インタビュールーム、ブル中野選手戻ってまいりました。お疲れ様でした。すごい試合だった。もうスタートからやられちゃったから、もう思うように動けなかったので悔しいです。ちょっと今立てられないような状態ですか？はい、大丈夫です。うん、最後は本当にすごい技の連続でしたけども、ちょっと何かブル選手自身もかなりのダメージというか、はい、どうですか、これでまだ完全決着とは言えないですか？そうですね、持ち上げたいです。どうもありがとうございました。